人から勘違いされる経験が多いせいか、相手が私のことをこういうふうに,に勘違いして,こう思ってい、こう思っているのではと勝手に想像して、勝手に傷つきます。全員に対してそう思うのではなく、普段から意地の悪い人や苦手な人などに思ってしまいます。過去に考えすぎだと言われたこともあります。好きではない人のことを考える時間を減らすにはどうしたらいいですかと。うーんなんなか相手が そのバカにしてるんだという風に考えているんだろうと思っちゃうってことねうん、ー、うん、まあ、どうなんでしょうねどうしたらいいかっていうとまあそんなもんだと思っておけばいいんじゃないですかねなんかわかんないですけど <laughs> どうなんだろうねこれも難しいですよねだから相手はまあどうせバカにしてんだろうなとかなんかうーん こんなふうにバカにしてんのかなとかこんなふうに言ってんのかもしれないなとか思うと腹が立ったりとかまあ思うことってたくさんありますよね。で僕とかは割とレジリエンスが高いというか方、うん、なんでそういうふうに思われてんだろうなとかバカにしてんだろうなと思うとちょっとメラメラと怒りが湧いてきてじゃあ負け負けお前が一番嫌なことやってやると思って。 なんだろうなと思って、例えばその YouTube で成功するって絶対嫌なことだろうなと思うから <laughs>、自分、自分のためにやるっていうよりは、増田が成功すると嫌がる人の顔を思い浮かべながら、まあ、頑張るとか <laughs>、そういう意地悪な、意地悪というかまあ、そういうところもあったりしますねそ。そうそう。だからそれはレジリエンスが高いってことで、こう、一回落ち込んでもぐっと元の、元の数字よりよく、よくなるっていうのは。 ことですけれど、まあ、このままグッといって落ちたこう落ちちゃう人もいますよね。うん。だからまあ、どうなんだろうね。だからそこからこう、なんか悪いことされるんじゃないかとか、意地悪なことされるんじゃないかとか、まあ、思うけれど、でもまあ、そうは言っても、意地悪なこと、そんなにできないんですし、人って。できないっていうのは法律的にできなかったりするので、まあ、こんな嫌なことはされるかもしれないなと思いながら、 あの自分のために何かをやった方がいいと思いますね。結局人の足を引っ張ることにエネルギーを費やすよりも自分のことにエネルギーを費やした方があの成功しやすいのでだからまあ人の足を引っ張ってる人っていうのは成功できないことが多いので自分のためにエネルギーを割けばいいんじゃないかなというふうにまあ考えますけどね。はいまあ、ご参考にください。